一本鎖 DNA 結合タンパク質とは大腸菌で発見された一本鎖 DNA に特異的に結合するタンパク質である。一本鎖 DNA は DNA の代謝で生成される。SSB タンパク質はこの一本鎖 DNA を安定化させるだけでなく、これらのプロセスに関与する多数のタンパク質に結合することでその機能を調節する。 大腸菌の活性菌体の SSB タンパク質は4つの同一の19桁サブユニットで構成されている。この4両体には複数のモードがあって1本腐り DNA への結合は異なるモードで発生していることが示唆されており、SSB タンパク質は使用濃度などの多くの要因に応じて結合する DNA 塩基の数が変化する。例えば、 インビトロの高潮濃度で多く見出されるのは、約65個のヌクレオチドの DNA が4つのサブユニットすべてに接触して、SSB4 両体を包んでいる65結合モードである。一方、低塩濃度では、約35個のヌクレオチドが2つの SSB サブユニットのみに結合する35結合モードが形成される傾向にある。インビボでの結合モードと、 その機能に関しては研究途上である。最近の SSB タンパク質ドメインは DNA 複製、修復及び組み換えにおいて1本鎖 DNA を維持する機能があることが明らかとなっている。このドメインにはタンパク質に両体を形成するための一つの6本、鎖 β シートに3つの β ストランドを持つ。ありがとうございます。